はい、こんにちは。まえチャンネル前原でございます。はい、先日ですね、ライブ配信で作ったボバフェットが完成いたしました。先日作った時は、顔と体と右足しかなかったんですけれども、全部作り終えました。で、その後ですね、積み入れをして、で、今回ですね、ツヤ消しトップコート吹かずに、こちらの塗料クロームシルバーですね、これを直接塗りました。それで最後にウェザリングを施して終わりにしました。っていうのはですね、ツヤ消しトップコートしてね、ちょっと実はこの前のですね、ショックトルパーがかわいそうなことになっちゃいまして、こうなっちゃったんですね。腕がこう曲げた時に折れちゃいまして、ちょっとまあトップコートに2回吹いちゃったっていうのが多分敗因だと思うんですけど、今回ね、それせずにやってみております。この方がね、可動がね、やっぱ自由に効くしね、いいかなと思って。それで、このクロームシルバーがですね、予想以上にいい感じにですね、金属感出してまして、どうでしょうか。なかなかいいんじゃないの。今本当はですね、この動画撮るつもりなくてですね、まあ、ちょっと趣味程度にこうささっとね、塗装してたら、俺思ってでもいいんじゃないかなと思って、急に思い立ってこの動画撮ってます。もうちょっとアップしてみましょうか。はい、こんな感じ。どうでしょうか。ボバフェットっぽいよねボバフェットなんだけどさ、この金属のこのかすり感、これですよ、ボバフェットって言ったらね。よしよかんですよ。ジャンプパックもこのような感じになってますね。いいんじゃないっすか。いやー、やっぱかっこいいね、ボバフェットね。素晴らしいですね。今回ですね、作ってる時の動画とか塗ってる時の動画なんてまるっきりないんですけれども、予想以上によくできたので、動画作っております。はい、ということで今回はスターウォーズのプラモデル12分の1スケールのボバフェットがついに完成したという動画でございました。はい、ということで、今日はですね、ほとんど顔なしでやっております。なぜかというと、今ですね、寝る格好だからですね本当に、ね、思い立って動画撮ってます。はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか、このボバフェットがおい、よくできたんじゃないのと思った方は、ぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。